暮らしや地域の経済産業、こういったものが大変厳しい状況にあるわけでございます。これをしっかりとですね、支えていく。福岡県の服部知事は、今日の会見で、およそ168億7000万円の6月補正予算案の概要について発表しました。電気代の上昇分を支援するため、医療や福祉、教育施設などへの補助に62億2千万円余り、 特別高圧で受電する中小企業への補助に四十六億六千万円余りを計上するほか、L.P. ガスを使う家庭や事業者に対して上昇分の支援として三十億五千万円余りを計上しています。また価格高騰の影響を特に受ける低所得の一人親世帯に対する支援として児童一人当たり五万円の特別給付金を支給します。このほか。 卵の価格高騰の原因となっている鳥インフルエンザ対策として、野鳥を防ぐ金属ネットの設置費用や、軽車周辺の水辺で野鳥を追い払うための大型カイトやドローンの整備費も盛り込んでいます。補正予算案は来月6日に開会する6月議会に提案されます。